それでは年次大会の報告をさせていただきます。自分が面白いと思った発表で、この3件を紹介したいと思います。まず、世界知識の構造に基づいた談話理解モデルという発表で、テーマは談話解析で、発表者の方は JAXA の山田さんでした。で、心理言語学の分野において談話の聴者が有している世界知識が談話の理解において重要な役割を果たすことが知られています。でしかし、どのような知識がどのように使われるかについては明らかにされていないという背景があったので、この発表ではその談話の理解において知識がどのように利用されているのかを分析して、聴者が知識をどのように利用して談話を理解するかについてのモデルを構築するというような提案をしています。まず、そのモデルの構築をする前に、この発表では前提条件を定義しています。で、談話構造とか、言語構造っていうのはかなり広い意味で使われるんですが、その中でも最も典型的な言語構造である、聴者の知らない情報を聴者が理解できるように提示することを意図した談話の読話を、この発表では、扱うことっていうふうに定義しています。で、なぜならっていうことで、下の部分は、論文をそのまま引用したんですが、あらゆる言語構造に適用できるモデルを構築することを最終的には目指すべきではあるが、初めから完璧なモデルを構築するよりは、まずは典型的な場合から始め、それを徐々に拡張していくすることによって多くの場合に適用できるようにする方が効率的であるからであるというふうなことをおっしゃってて、ちょっと印象に残ったのでこの文を紹介しました。で、発表で提案したその知識を用いた談話モデルが、この図で、この図がすごい分かりやすかったのでここで、紹介します。で、談話っていうのは、話者と聴者がいて、で、その、話者が聴者に対して、発話するっていう時に、3つの知識を使って構築するということを提案しています。で、その3つの知識っていうのが、世界知識と文脈知識と言語知識です。で、話者が何かこう聴者に、発話をするっていう時に、まずはその世界知識を参照したり、文脈知識で改定して、談話の意図っていうのを作ります。で、その後に、特定言語に依存した言語知識っていうのを参照して、発話を生成する。で、それを、聴者に伝えて、で、聴者は逆の、処理をします。その受け取った発話を、言語知識を参照して、解釈して、世界知識と文脈知識を、参照して、理解するっていうふうな、ことを、この発表では談話モデルっていうふうに提案していました。で、ここからが自分の所感なんですけど、まずその最初に発表した典型的な行動に限定するっていうこの考え方自体が結構他のタスクでも応用できるんじゃないかなと思ってます。例えば、あと山本先生が提案している箱庭言語処理だったら、難易度の低い語彙での行為に限定して、処理をしようっていう考え方だったり、誤り訂正タスクだったら、まずは誤りやすい事例に限定して、高度な処理を行うっていうふうな考え方があります。で、これは結構他のこれからの研究にとっても参考になる考え方だと思いました。あと、提案された知識を用いた談話モデルでは、談話解析はあまり詳しくないんですけど、ただその談話の、大役コーパスを使ってこうなんか一度に処理しようっていう考え方よりは、こう談話構造を先ほどの図のように細分化して、こう一つ一つの知識に対する処理っていうのをモデル化して、それをつなげた方が何か高度な談話解析、談話モデルが作れるんじゃないかなっていうふうに感じました。はい、で、2つ目の発表は、キャラクターエンコーダーを用いたキャラクターレベルコンボリューショナルナチュラルネットワークスによるテキスト分類ということで、テーマとしては文書分類で、発表者は北田さん、法政大学の北田さんです。
で、まあ、これはテキスト分類を行うタスクなんですけど、まあ、そもそも日本語の単語分割が難しいっていう問題があって、まあ、それに対して文字レベルの特徴を用いた文書分類が提案されてて、まあ、だけどその日本語とか中国語とかって文字の種類が多い。で、そういう時にやっぱり、化学習を引き起こすっていうふうな問題があります。そこで、まあ、この論文では入力文の各文字を画像とみなして、文字埋め込み表現を用いて分類器を学習するっていうふうなことを提案しています。はい。で、その文字の埋め込み表現の獲得と、テキスト分離っていうのをエンドトゥエンドで一度に行うモデルを作って、Wikipedia タイトルのカテゴリー推定タスクにおいて、最先端の認識精度を実現したっていうふうな内容でした。左側の図が提案モデルの全体像になります。で、入力はその一つ一つの文字を画像として変換してあげて、その画像を CNN によって文字埋め込み表現を獲得して、で、後段の分類モデルに入力するっていうふうなモデルになっています。で、まあ、こうすることによって、まあ、文字埋め込み表現っていうのは、まあ、何らかの文字の形をこうベクトル化したものが生成されると。で、右側のこの表が、クエリ文字に対する文字表現の近傍上位5文字ということで、ある文字に対してその形の似ている文字が近い座標に展開されているっていうふうなことがわかります。ここからは所感なんですけど、何かこう文字の形状に意味があるっていうふうな特徴をすごい生かしてる研究だなと思いました。結構、まあ、英語だったらちょっとわからないんですけど、日本語だったら結構表意文字一つ一つに意味があるっていう特徴があって、まあ、その特徴を使うと結構分類とかにうまくいくっていうふうな例なんじゃないかなと思います。あと、このモデルだと文字単位で扱っているので、まあ、単語分割が不要ということで、まあ、そもそも単語分割が難しいっていうタスクに対しては、まあ、文字単位で扱うことが、まあ、効果的であるということを、まあ、考えさせられました。はい。3つ目の発表は、品詞解析の学習者英語への分野適用ということで、まあ、言語教育と言語処理の接点がテーマの、湖南大の永田先生が発表されました。学習者英語を扱う研究でも母語話者用の英文用に開発された品詞解析機を使うことが多いです。で、しかしその母語話者向けの品詞解析機では学習者の英語を十分な精度で解析できない可能性があるということで、まあ、例としてこれを挙げてて、何か綴り誤りが含まれてたり、文頭ではないのに大文字が使われてたりすると、まあ、正しく品詞解析ができないという問題があるので、この発表では品詞解析の学習者英語への分野適合を行いました。これがモデルなんですけど、その入力文に、まあ、今までだとその単語だけの情報を入れてたんですけど、そうじゃなくて単語自身と単語内の文字列と母語の情報をベクトリに変換して入力するっていうふうなモデルです。で、まあ、このモデルのメリットとしては、その単語ベクトルはその品詞情報なしの学習者コーパスを母語話者コーパスに加えて事前学習を行うことで、綴り誤りも含めて分散表現の訓練が行われると。で、この品詞情報なしの学習者コーパスというのは結構簡単に集めることができるので、まあ、資源の不足が困らないというふうなメリットがあります。
所感です。まあ、この提案したモデルには、その誤ってる文字列に対して、それっぽい品詞を振るっていうふうなことをしています。ここに挙げた例は、まあ、どっかしら、スペルミスが含まれてるんですけど、それに対しても、まあ、それっぽい品詞を振る。で、まあ、ちょっと自分は、まあ、違和感があって、まあ、本来ならスペルミスは見事判断すべき、それが多分正解と言われるものなんですけど、やっぱりその品詞改正、誤ってる文に対しても何か後段の処理に使いたいっていうようなタスクに対しては、まあ、このような解析も必要になるのかなと思いました。あと、この提案モデルでは文字ベクトルや学習者コーパスの単語分散表現を用いていて、まあ、低頻度な道語に対しても分散表現が得られる。で、まあ、続いてアヤムに対しても正しく解析ができる。で、結構日本語、言語に限らず学習者の文ってすごい間違いが多く含まれている文があるので、そういうような学習者作文を行う扱う研究に対しては、まあ、このような文字単位のものを扱うのが効果的なのかなと感じました。はい、あと最後に自分の研究テーマである文章構成誤り訂正に関する発表は、自分が聞いた中ではこれあって、もし他に関連するものを聞いたっていう方がいたら教えてください。最後に、面白いなと思った公開ツールをまとめてみました。これも他に面白そうなツールがあったら教えてほしいです。はい、以上です。